皆さんはクルーズ客船に乗船する際にロケーション、お部屋の場所までですね気にしてますでしょうか。今回はですねこういうキャビンはやめといた方がいいよっていうところをねご紹介していきたいと思います。でご自身でクルーズ客船に乗船される際のことをねちょっと想像しながら見ていただければなと思います。こんにちは、エリです。クルーズ客船にいて8年ほど働いておりました。私のチャンネルではクルーズ客船に皆様がスムーズでそして安心にね乗船していただけるようにクルーズ客船の情報や寄港地の情報などもねご紹介しております。こういうの興味あるよっていう方はねぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速一つ目なんですけれども、一つ目はねジムとかショーラウンジ、シアター、あとビュッフェ、あとオープンデッキもそうですね、そういうところの真下ですね。まあ上はまだマシなんですけれども下はきつい。でこれ何がきついかっていうともちろんね騒音なんですよ。でジムとかあとオープンデッキもそうなんですけれども、そこのすぐ真下っていうのはパブリックエリアであることが多いんですよ。まあそれでもねあのクルーズ客船によっては客室がある場合があります。で問題は朝早くですよ。やっぱ朝早起きしてからあの汗を流したいっていう方とか、あとはオープンデッキに関してはクルーがデッキを掃除するんですね。でとかあの夜はデッキチェアをしまうんですけれども、それをねあの、まあ、お客さんのために朝出すわけですよね。で重いのでそんなの一時あのこうできないですから引くんですよ、デッキチェアを。でその時に結構ギギ音がするので、そういうところの真下、あの朝早起きさん、私はね朝早くから朝活しますっていう方は全く問題ないんですけれども、まあ、朝はゆっくり寝たいんですっていう方は本当にねやめといた方がいいですね。でショーラウンジとかシアターとかあとナイトクラブに関しては、これも今言ったみたいに、まあ、ご自身が朝方なのか夜方なのか、それによってね全くあの問題ない場合もあるので、そこまで神経質にならなくてもいいですけれども、あの本当の音に敏感な人は四方八方キャビンっていうね、そういうキャビンを選んでください。でねこの、まあ、音に敏感な方が実はもう一つ気をつけていただきたいっていうのがあるんですけれども、実はそれがまあ、ガレリアの下なんですけれども、これはねクルーズ客船によって違うんですけれども、まあ私がね前回乗船した MAC グランディオーサですね、これ実は今年来る MAC ベリシマとあの姉妹船なので作りが全く一緒なんですね。まあグランディオーサの方があのちょっと大きいんですけれども、なのでそこに乗船する方はぜひねそのキャビンは気をつけてくださいよっていうところなんですが、あのプロメナードっていうところがあって、そこってただ人が歩いてるだけなんで昼間は全然静かです、まあ、夜も大体静かです。ただあの私のクルーズでは一晩だけあのハロウィンパーティーがあったんですね。でそれが夜中の2時までやっていて、私たちは1時1時半ごろぐらいにあのじゃあもうそろそろ寝ようかって言ってお部屋に戻ったんですよ。そしたらその真下の部屋だったのでもう音がすごいうるさいんですよ。あのもう何の曲か分かるぐらいで、でもあのシャワー浴びて出た頃にはもうあのピタッと収まってたんで普通に問題なかったんですけれども、パーティーには基本的に行きませんっていう方はね、その時間も絶対寝れないのであの気をつけてください。で特に私が泊まったお部屋はすぐ隣、すぐ近くがクルーキャビン、あクルーの階段があるところなんですよ。あのハイヒールを履いたクルーが歩くときにカン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 って絶対鳴るんですよ。多分音に敏感な方はそれも結構ねちょっと微妙だと思うので覚えておいた方がいいかなと思います。で今度あの今月ですねコスタクルーズに乗船するんですけれども、私部屋が決まったので見てみたら、なんとキッズエリア の目の前の部屋でさらにコネクティングルームでさらにオブストラクティッドビューっていう、オブストラクティッドっていうのは見えない可能性がある部屋なんですね。なんかだいたいライフボートとかがある場合が多いんですけれども、でもそのオブストラクティッドビューっていうのは結構これでオブストラクテッドちょっと安いんだったらすごいいいじゃんっていう場合と、いやこれはもう窓いっぱいにライフボート来ちゃってるねっていうタイプと2つぐらいあるんですよ。なのでそれちょっとね私ねチェックしてちゃんとあの動画に出しますんで、興味あるわっていう方はねぜひねあのベルマークオンにしておいていただくと通知がいきますのでチェックしてみてください。じゃあ次ダメキャビンに、まあ、今ねちょっとお話したんですけれども、コネクティングルームでございます。これがね、知り合いじゃない場合ですよ。で、
相手がちょっとうるさかったりとかっていう場合はちょっときついんですよね。で、自分自身も音聞こえるかなってちょっとね、やっぱ気にしちゃうところがあるんですよね。で、クルーズ客船の壁は薄いです。普通に音聞こえるし、大きな声で話したら、あれ喧嘩してんのかなってって思うぐらいね、結構聞こえたりします。コネクティングルームはただでさえ薄いのに、そこがどうなのでもっと聞こえますよっていうことで、そういうことをちょっと不安に思うぐらいだったら最初から取らない方が無難ですね。で、ダメキャビンさん、船の前方ですね、これは特に酔いやすい人ですね。前方でもいろいろありまして、一番揺れるのが船の前方の一番上なんですね。そこが一番揺れるので、酔いやすい人はやめてください。で、じゃあ下の方だったらいいんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、前方で下の方だったら上よりはマシですけれども、揺れます。でも、それよりもちょっとっていうのが、怒りを下ろす音が聞こえたりするんですよ。ガラ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 って。で、それいつ下ろすかっていうと、陸に停泊しないで沖に停泊して沖泊って言うんですけれども、その時にガラ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 って怒りを下ろしたり上げたりする音がするんですね。音に敏感な方はね、やめといた方がいいです。で、お次のダブルキャビンは一番前方のキャビンですね。で、バルコニー付きのキャビンなんですけれども、これね、運航中って、外に出たことある人は分かると思うんですけれども、オープンデッキね、風がすごいんですよ。それはね、どのぐらいスピードが出てるかっていうのにも影響されますし、その時の天候にも影響されるんですけれども、それがフルスピードで風が強い日だったりすると、そのベランダキャビンね、使い物になりません。もうドア開いたら、うおーみたいになって入ってきちゃうので、本当に航海中も楽しみたい、もうそういう意味でもベランダキャビン強く希望してましたっていう方は、だったらちょっと本当に特別なものにしたいんだったら、プラス料金払って一番後ろとかねにするとか、せめて横側のキャビンの方がまだいいんじゃないかなと思います。お次のダメキャビンはエレベーターのすぐ近くのお部屋ですね。エレベーターホールって人が待つ場所じゃないですか。だからみんなそこで井戸端会議する時とかもあるんですよ。エレベーターのピンポンっていう音は、そのクルーズ客船の本当に作りによると思うんですけど、本当に目の前の場合とちょっと行ったところにある場合とあるんでね、なので大丈夫な場合もあるんですけれども、ちょっと気をつけた方がいいかなと。私あれ忘れたとかね、ちょっとあれも取ってきたいとかよくあるんですけれども、だから本当に楽だったんですよ。お部屋がすぐそこっていうのはパパパって登ってはいって行けるんでね。それがちょっと遠いと、お次のダメキャビンになるんですけれども、エレベーターから遠いキャビンですね。で、エレベーターから本当に遠いキャビンって乗ったことある人分かると思うんですけど、本当に遠いんですよ。まだ歩くのみたいな。だからもう忘れ物とかすると悲惨なんですよね。お次のダメキャビンは、これバルコニー付きのキャビンを選んだ方なんですけれども、喫煙エリアの真下とか真上の、お部屋ですね。だいたいね、クルーズ客船はプールデッキの片側が喫煙エリアになっている場合もあるんですね。で、船によってはプロメナードデッキって言って、船の真ん中ぐらいに外出て歩けるようになってるエリアがあるんですよ。で、これが船によっては両方禁煙になってる場合もあるし、片方だけ喫煙になってる場合もあるんですけれども、で、やっぱその喫煙エリアの近くにお部屋があると、風の方向によって、どこでもふっとね、タバコの匂いが匂ってくる時っていうのがあります。なので、匂いに敏感な人で、せっかくバルコニーキャビンに、乗ったらね、楽しみたいじゃないですかっていうことで、そこはね、ちょっとチェックした方がいいかな。うるさい人ですよ。チェックした方がいいかなと思います。動画の途中になりますが、この動画、ためになるなと思ったらね、ぜひいいねをお願いいたします。お次のダメキャビンですね、これさっきもちょっとね怒りの話でしたんですけれども、本当に一番下の方のデッキですね。これはね、新しい船よりも古い船に、ある可能性あり、もしくは小さい船なんですけれども、大きい船は大丈夫だと思うんですが、船によってはね、結構ね、バイブレーション振動がね、ドク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 って来る時があるんですよ。で、それはだいたい出航したてとか、あとは到着する時とか、エンジンをなんか多分やってるんでしょうね。で、それでね、なんか結構する時があるんですよ。それね、ずっとしてるっていうのは多分あんまりないと思うんですけれども、やっぱね、そういうことでクレーム出すお客様もいらっしゃるんですよ。実際に振動があるんだみたいな、いやでも動いてるからとか思うんですけれども、そういう方もいらっしゃるので、本当にね、敏感な方はもう上の方にしといてください。上の方行っても
振動がある部屋っていうのはあります、まれにね、まあ、そういう時はしょうがないです。まあ行ってみて変えてくれたらいいなみたいな感じでね、そんなもんだと思ってください。お次のキャビンはね、私 の, キャビンシリーズみたいなのをね見てくださってる方は見たことがあると思うんですけれども、私が船で会った日本人のお客様が見せてくれたお部屋なんですけれども、バルコニーキャビンなのにバルコニーに出たら人が歩いてるっていうお部屋なんですね。でその時はコスタスメラルダだったんですけれども、そういうお部屋実はね結構あるんですよ、調べたらね。っていうわけでちょっとね広めになってる代わりに人が歩くみたいな、だから広さを選ぶ方はそういうお部屋でもいいんだと思うんですけれども、海風をもう肌で感じたい、だからバルコニーにしたんだっていう方とか、プライバシーを本当に重視する方とかは本当に向いてない部屋だと思います。でこちらダメキャビンの最後なんですけれども、これはねクルーズ客船によって、まあ、ないところの方が多いんですけれども、船の中に公園があるみたいな感じなんですよ。でその部屋の問題としては、窓付きキャビンでもそうなんですけれども、夜ちょっと暗くなってから電気をつけてカーテンを開けとくと中丸見えっていうね、でも昼でも光の加減によっては普通に見えるんですよ。見ようと思って見たわけじゃないんですけども、私そういう部屋2回泊まったんですよね。普通に反対側見えます。なので着替える時とかいちいち閉めたくないとか、ちょっとやっぱそういうのを気にされる方は気をつけた方がいいかなと思います。というわけで今回は、こんなクルーズ客船のキャビンロケーションはダメだというね、お部屋を10個ご紹介いたしました。皆さんは、このキャビンは本当に嫌だわみたいな、そういうキャビンありましたでしょうか。ぜひねコメント欄で皆さんの意見をねシェアしていただければと思います。私のチャンネルではこういったクルーズ客船にちょっとお役立ち情報みたいなのをねたくさん出しておりますので、そういうのをミスしたくないわっていう方はね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次回、チャオ。